はい、またまた通報です。はい、またまた通報です。自転車だけちょっと移動させてもらう。えいいですか。自転車だけ。上りじゃないの。はい、自転車です。上りじゃないの。あ、ほんまや。ほんまや。ちょっと、いや、いや、あ、どけたらあかんで、どけたらあかんで、あ、そうそうです、どけたらあかんで、これだけだと移動させて、あかんあかんあかん。俺上り今出た、ほら、ほら、ほら上り出た今、上り行こう。これな、な勉強しよう、教えるわ。あ、え、通報の練習できた。通報の練習、通報対策の練習で勉強としてきた、うん、ここに。いやいや、ちょ今日は当番やから。うん、いや、今日は当番じゃないですけどちょっと自転車だけちょっと移動してもらうことできます。おもろやろな、今日来る思ってな。な、え、おかしいな、自転車、どこの自転車。いや、え、これ警察の自転車、これ邪魔やろ、これ、ほら、これ、これ今110番しようから、これ今110番しようから、防犯登録も移そうか、そう、ええよ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 、はっきり言うで、はい、移動しません。あ、しない。しません。警察の管轄じゃありません。まあ、道路上なんで、ちょっと移動建設局です。建設局で。建設局やな。え、ほな、これは？これは？これもう何十年もあるよこれ、あ、これを解けてや、これ今解けてや、これこれ解けてや、今じゃこれ解けてって、これ解けてって、早よこれ解けてや、これじゃもうなアホみたいなじゃもう俺だアホすぎるやんか、通報自体が。俺な、な、上りがちょうど風で敷地内に入ってるやん。な、通報できへんやん。な、ほんなら、俺自転車出しとったら、絶対自転車来るな思って、今日出しとってやんか。な、え、自転車って、どの自転車教えて。どこの自転車教えて。え、あそこのスーパーのあの、パートの下の。え、俺だけ、え、どうしよう。え、匿名の通報者、誰か分かれへん通報者。そうなんですよ、嘘やん、誰か分かってからしてや、頼むわ、ごめん、俺もすいません、どけれません、すいません、どけれませんか、どけれません、すいません、許してください。分かりました、ごめんなさい。それじゃどうしようもできへんですよ。できへんやろ、警察ちゃうって。じゃ逮捕やって、こいつ逮捕やが、俺もう宣伝しとくわ。はい、今回はこの防犯カメラ、ほんでな、なはっきり言うで、な、通報者まあ誰かまあ分かってんねんけど、はい、な今日は無理です、すいません、許してください、お願いします。すいません、ありがとうございます、動画ご協力ありがとうございます。今回は、まあ、これ置いたやつが悪いな、誰や、俺やな、置いたやつ悪いわ、これ、出すぎやわ。邪魔だってね。元出そうか。やめて。元出そうか。これはあかんな。もうちょっと出そうかな。じゃあ俺の自転車の時なんかこんだけやで、なんてこんだけやで、それで言われた。そうそう俺のミニチャリや、うん、半分で取って、うん、どんな締め方しようかな。これだと締め方が分かれへんな。まず俺の宣伝、隣の異常な通報動画にしました、 YouTube でパパス警察で検索。うちの娘の下の娘の友達にもな、ちょっとパパスで検索してみたら、もうドラクエのパパス死亡より出てくるんですか。ほんで、通報動画とか見とってな、言うて。もう、1万3000人か4000人おるで、って。ほんまや、言うて喜んどったで。今回は、まあ、風で、今出てるけどいや、今建設局に言うてるのかな。
あの防犯カメラで。あれでもすごいよな、防犯カメラで監視してな。ピコピコ言うてる。ピコピコセンサーこれ言うんかな。わからん。ちょっと揺らし。ピコ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 。ピコピコじゃないやろ。住所これ自転車の住所移したろか。やめてくれ。あ、エグで通じる。今回はこんな感じで。これまたアンチのやつはな、出すもんが悪いとかな。言うてくんねんけど、まあそれ今そういう問題じゃないねやか。うーい、そうだしたら赤い見えへんやけ。せっかくホール撮影しようもだろね。今日は風が、あの風がな、風があれしとんねん。風がな、こういう感じで。でっかい看板つけたろか、ほんまな。今回はこの異常通報監視カメラの通報でした。まあみんなもね分かると思うんですが、まあ罪、まあ罪言うたら罪かも分からへんで、ね、それをな、そのわざとほら何年も置いてるとか、そうやな、そのもうな、これ建設局が来てな、うん、撤去されるやん、うんな、だどけへん言うたらな、うん、でも建設局は持ち主に返さなあかんっていう義務がある。あ、そうなん。持って帰ってまた保管はできる、ね、保管できへんから。あ、そう、連絡あんのかな、返してくれんの。あ、そうなん。そんなん言うたらあかんわ、俺だ、上りだから募集してもまた持ってこなあかんじゃん。そう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 、そういうシステムや、あの人のもんを預かられ。回収していくとまた違う。あ、また違う違う。あれはまた別。あれはまあ政治家の懐の小遣い稼ぎじゃん。貿易に出して何もかなるんじゃん。すごい風やもん、うん。とうとう来ました。とうとう来ました。まあこんな感じでね。まあこの花子パパスで Google マップで検索してもたらなぜかここが出るねんな。で前の看板が映ってるんですよね。まあ僕のためにやってくれてるのか分からへんけどね。まあいろいろね通報あると思うので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。